こんにちは、吉田さん。なんかね、昔ね、非常の情っていう考え方聞いたことがあるんですよ。まあ、それはですね、情けをかけないっていう情けらしいんですよ。何のことかわかんないですよね。うーん、というのがね、生じい、生半可な情けを持っていると、危ない時にすぐに手を出してしまうんですよね。でも本当に、その人の成長を願うんだったら、知名度になる時はもちろん助けてあげるんだけども、 知名になる前に自分で手を打つだろうなと思ったら手を出さないってことをするんですよ。まあ、例えば転びしょになった時に自分で体勢を立て直してクッと戻れるような力があるというふうに指導者が踏んだ時はわざと手を出さずに腕を組んでニヤニヤして見ているってことがそれです。あとはねダウンして打ち倒されてそれで二度と立てないような体勢になりそうだと思ってもいや、こいつは立つだろうなっていうふうに。 見抜ける、そして信頼関係があれば黙って見ててあげるっていうのが非常の情なんですよね。でそこに逆にね手を貸しちゃったりするとその人は育たなくなっちゃうんですよ。持ってたら不機嫌になるかもしれないですよね。で指導を受ける側はあ指導者が助けに来ないってことはこのぐらいだったら自分で自力で難局を乗り越えるっていうふうに信頼してくれてるんだなぁと思うわけなんですよ。で自分で立ち上がっていくって感じです。ただし 指導者がタオルを投げた時っていうのはあこれ以上は無理しちゃいけないんだとここは安心して任せてしまおうっていうふうにねデッドラインを見極めるそんなトレーニングでもあるんですよねでまあ非常の状況っていうのはあ例えば会社のね新入社員に入った時に厳しい先輩や上司がいることがすごくね幸運なことだってことなんですよで普段厳しい環境で鍛えられていると社会にいた時に並大抵のことではね崩れなくなってくるんですよ 要するに鍛えらられてるからなんですよね。でも恩師育ちで鍛えられなかったそれで何でもかんでもいいよいいよで過ごしてしまった人の人生ってのは結構悲惨で自分の人生から社会を図ってしまうんでなんか世の中は自分のこと全然理解してくれてないっていうふうに思っちゃうんですよ。でも理解してないのは自分の方で自分が社会を理解してないんですよね。世の中には非常の情ならいいんですけども単なる非常っていうのがあるんですよ。 だから非常の状態のを受けてないとその見分けがつかずについていっちゃいけない人についていっちゃうんですよねまあ例のやつっていうのをね吉田さんが話題に出したんであれをお話ししますと2019年に資金状態がが悪くななるっていう風な予告がありましたですんで心配な方は資金を引き出してくださいっていうふうな連絡が会社からあったんですよねで心配な方は資金を引き出しましたしいや大丈夫だろう っていう思う方は、そのまま資金を引き出さずに置いたんですよ。その結果、資金を引き出すのが遅れた方は、自分の資金が戻らなくなってきたっていうことがあります。はい。いわゆる、ね、飛んだっていう状態かもしれません。でも、結論言うとまだ飛んでないんですよね。うん。やっぱり、宿泊してなんとかしようとしてる実態がそこにはこの3年間あるんですよ。で、この3年間、私がね、どういうふうにしてきたかっていうと、 あの現金は手に入らなかったんですけどもその会社から商品は手に入ったんですよですんで商品を仕入れてそれを売ることによって現金を得るっていう真っ当な商売をすることによって自分の損害を避けるっていうことがありましたそしてですねこれはね多くの熟成さんにもお伝えしたんですけどもで結局1億円以上の資金を 回復させることになったんですがあの持続化給付金をはじめとする国の支援策事業の昨年退避の売り上げを落ちた人には国から利益分を補填しますよって制度がこの2年間先月末まであったんですけどもそれ全部利用できたんですよねだからそれを素直に従った人っていうのは金銭的損害はなかったんですよ。うん、太りしした人ももいいるかもしれななでですよねそんな形で 最悪の時こそ最善を尽くすってことができるのは非常の情っていうふうな鍛え方をされたからなんですよね。で即果塾でもねおいしいことばっかり言ってるんじゃなくてこれ明日破綻するかもしれないとその覚悟でやりなさいっていう指導もあるんですよね。というのが未来は未確定なんですよ。将来はこうなるはずだと思ってもそれには何の保証もないんですよ。逆に保証を裏切られることなんて山ほどあるわけなんですよね。 少なくとも速下塾に参加する方のほとんどはどっかで痛い目を見て騙されて資金を失ってそして最後の砦として駆け込んでくる人ばかりですですんで痛い目を見る経験はもうしてるはずなんですよねだから信頼の先に油断がある詐欺があるという言葉もあるんですよそもそも何で詐欺にかかっちゃうのか何でビジネスで失敗するのか投資で失敗するのか自分がうまくいくというふうに油断してるからなんですよ ね、だって世の中に確実なものなんてないわけじゃないですか確実に近いものがあるとしたら人間が必ず死ぬってことですよねまあそれにしてもまだ死んでない人がいるわけですからもしかしたらこの中で不老不死の人がね一人か二人いるかもしれないんですよそうなると必ず人は死ぬっていう概念すらまだ確定してないんですよねまあつまりね未来や将来やや将他者が 絶対ののものでないのになぜかねビジネスと程度のものが投資程度のものが絶対に自分に利益をもたらしてくれるっていうふうに勘違いしちゃうんですよだから仮想通貨の投資とかで詐欺られるわけでしょ絶対はないよとむしろ絶対っていうふうに強く言ってる人には警戒しろってことなんですよリスクはあるよという人がいてもそんなこと言われなくてもリスクはのは当たり前で資産を全部なくしてしまう危機が誰にでもあるわけですよね でそういうのをやっぱりこう鍛えられるべき時に鍛えてもらえなかった人はなかなか実感できずに結局誰かが何とかしてくれると思って今日も居眠りしちゃうんですよ起きていても寝てるようなもんなんですよ人生がねどんな時でも危機感を持つことですよね全部やられるかもしれないと極端な話したらこうやって動画を撮ってる最中に天井が落ちてきて死ぬかもしれないっていうふうな危機感がいるんですよね じゃなかったら、明日でいいやん、ならないわけですよ。だって未だに、大きなお金を手に入れてない人ってのは、それを将来やろうと思ってるんですよね。今やるんじゃなくて、将来金持ちになろう。将来夢を叶えようと思ってるんですよ。さすがにね、もう10代とかだったらいいんですけども、うん、いい加減な年になってきてね、将来は今だよってことをね、<laughs> 自覚しないと、それこそ気がついたらもうこんな年みたいなことになっちゃいますよね。 気がついたらまだまだ時間があるとかね気が付いたら問題がいっぱい片付いたみたいな、まあ、そんな人生に切り替えていかないといけないですよねじゃあ「非常の女王」ということでお届けしましたじゃあ行ってらっしゃい